ハリウッドデビューを果たした芦田愛菜ちゃん、ジャパンプレミアで英語を披露しました。芦田愛菜、ハリウッド進出で英語を勉強を。来月9日のハリウッド公開のハリウッド映画パシフィックリムのジャパンプレミアが行われ、菊池凛子さんと芦田愛菜ちゃん、ギレルモ・デルトロ監督が登場。ハリウッド作品初出演の愛菜ちゃん、まずは記者会見で驚かせます。 Hello, my name is Mana Ashida. Please enjoy the film Pacific Rim. Thank you. 映画は海底から現れた怪獣と人型巨大兵器がド派手なバトルを繰り広げる SF 大作。この映画で愛菜ちゃんは菊池さん演じるパイロット森真子の子供時代を演じています。 Little Mana is a genius. Little Mana is one of the greatest actors I have worked with, very professional. レッドカーペットではハリウッドスターのようにファンへのサインや握手に応じる愛菜ちゃん。会見では可愛い英語の挨拶を披露しましたが、この撮影をしてから英語に興味を持ったので今お勉強中で、そこでリンクさんに手伝ってもらいながらちょっと難しい英語に挑戦。 Mr. Carvet, what is? What is? Your favorite food? Your favorite food. と頑張ってくれた愛菜ちゃん。さあカルベさん、質問の答えは、Oh, thank you very much, Mana. My favorite food is amaguri. 日本語ですよそれ。スイートマロン。伝わるかな。マナちゃんの方がずっと英語上手ですね。いやでも本当桜井さん北川さんに負けないくらい見事な発音ですよ、マナちゃん。これから楽しみですね。とても上達するのではないでしょうか。Thank you, Mana. では次です。